水のない国で生きる、まあ、2人の男女の話なんですけど、まあ、その水不足が原因で男の方が幼児化しちゃってるんですね、まあ、謎の病気というか謎の病で、でその前からその一緒に暮らしてる女というか、まあ、彼女がその男を幼児化してからも支えてるっていう話で、でまあそれから2人がどうなっていくのかっていうのが、まあ、大大まかなあらすじです。そうですね。なんか結構授業も課題であったんですよね。その脚本を提出してっていう、そういう授業で締め切りが迫ってて、ちょっとやばいやばいと思って、で、なんかこう、僕前日まで書けてなかったんですよ、実は。で、書けてなくて、やばいぞやばいぞと思って。でもまあなんか大体、こういうのはやりたいなってのがあって、でまあなんかこの、水がないっていうのが、やっぱりやりたいことだったんですよね。それがなんか乾き、だから水がないっていうのがなんか乾きと連結してて、なんかその乾きっていうのが自分の中でこうなんですかね、二十歳超えたあたりから乾いてんなと思って、肌もちょっとカサカサになってきたなと思って、それがちょっとまあなんか悲しいじゃないですけど、ちょっとやっぱ高校とは大学違うじゃないですか。高校、僕は中高一貫で、なんか高校受験とかもなくて、ひたすら遊んで楽しい毎日を過ごし、楽しい毎日も何も考えなくてもいい毎日みたいな。だからまあ何もない、何も考えない僕と何も考えない友達だったら、やっぱり何も考えず楽しいじゃないですか。でもやっぱ大学入ると将来とか、いろいろなものがこうみんなにこう覆いかぶさってくるというか、でなんかそこで全然それがすごい悲しいとか、それがすごい嫌だってわけじゃないんですけど、やっぱちょっと寂しくて、それがこう前みたいに話しててもやっぱりちょっとなんか偉いんですよ。昔バカだった友達とかが何ですかね、会社の話とかしてて、マジかみたいな、そういう乾きみたいな、なんかそれがちょっとなんか乾いてるなって思って、でなんかその一瞬ちょっとその高校時代で戻って遊びたいみたいな、そういう気持ちがやっぱ着想ちょっと見てます。でもまあフィルムで撮ったっていうのは、はい、結構自分の中でやっぱり結構チャレンジだったので、なんかフィルムではずっとやりたいなとは思ってはいたんですけど、いざやるとなるとこう16ミリのフィルムってやっぱ高いんで、そんなにカメラ回せなかったりとかして結構大変だったんですけど、まあなんとかこう一本作品仕上げられたんでちょっとそのまあ今も自主映画でフィルムとかはあんまないじゃないですか。でも結構僕もそのフィルムで撮る意味とかがあんまり、あんまパッとして絶対フィルムだみたいな、フィルム派とかでも全然なかったんで、でもこうフィルムを撮ってみるとやっぱあいいなみたいな、お金があればフィルムで撮りたいなって思えたんで、なんかこう見ていただく方にもそういうフィルムっていいよみたいな感じにちょっと、はい、なんか作品の雰囲気に伝わってましたね。ああ、ありがとうございます。なんかあの人と人とのつながりみたいな、まあ、さっきも言ってた乾きみたいなのがテーマなので、こう阿部さんさんを見て何かしら自分が昔体験したこととかをちょっとでも思い出してくれればすごく嬉しいです。よろしくお願いします。